指すけを始めたきっかけってアト君っていう彼がやってて、異常にクールで、やっぱ俺も目指すわ、ほんと B クール。今はまだマイナーだけど、みんなが協力し合ってどんどんメジャー化に向かえば良くなると思うね。まあ特にはないんですが、最近手が震えるようになりましたね。もう人生そのものですね。もう指とかもボロボロになっちゃったんですけど、でもやっちゃいますね、やっぱり。僕にとっての月指図っていうのは、やっぱみんなで指使ってスケボーするっていうすごい楽しい場であり、競い合ってなんていうかな、この技を磨いて、指を磨いてっていう中が月指図だと思ってて。魅力か、魅力はですね、なんだろうな、やっぱスポーツとか全般的に全部同じことが言えると思うんですけど、まあ、野球とかサッカーとかでも一緒で、やっぱ努力した分自分に返ってくるじゃないですか。それはそういう達成感っていうのがありますよね。まあ優越感も結構あるとは思うんですけど。
しますように願い続ければ必ず叶うと信じてる。そびえ立つ大きな壁、何度も難題が訪れる。だけど俺には支えがある。友達に感謝、自然の恵みに感謝、家族に感謝、友達に感謝。